ちゃんです。トラちゃんです。二人合わせて、ヘッチャントラちゃん。顔疲れてますね。ちょっと今バンドマン意識してるから、ちょっと気だるい感じで、モテようとしてる。じゃあねえな、みたいな。そうそうそう。俺逆じゃん。はい、どうも、ホテル行こう。寿司三昧やってんすか。ホテル三昧。けしからん。怒ってんの？はい、トミーの野郎。あ、トミーさん、俺この前挑戦したじゃないですか。あ、早食いね。そう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 、ビッグマックセットなんて同点ですよ。あ、まあほぼね。なんならちょっと勝ってたんじゃないかっていう。何が問題なそれ。画像のことにめっちゃ触れて、記録のことに全く触れてないんですよ。あ、なるほどね。はい、なのに証拠にもなく、こいつですよ。超超超大盛り、ギガマックスガーリックパウダー、ガーリックパウダー1872カロリー。はい、証拠にもなく早食いしてたんですね。やってましたね。まあ、それを越せると。うん、余裕ですよ。余裕。しかもですよ、うん、はい、トミーさん、はい、お茶飲んでました。これは余裕でしょって。あー、もうお茶飲んじゃえば余裕だ。うん、お茶飲んだらこっちのもんよ。大丈夫ですか。でも、うん、何ですか今のところ、はい、全く相手にされてないです。そんなとこで争ってないよ。そうです、そうです。いずれかはね、はい、トミーさんとコラボで早食いをしたいね。っていう、もう仮想 YouTuber みたいな。会ったことないような。まあ僕らって仮想 YouTuber ですから、ね、いやそうっすよ。記録で越すしかないよ。越して圧倒的な差を見せつけて、はい、コラボしよう。そうっすね。でまずカモさんからやりますか。本当に嫌がってるじゃないですか。いやこれだって見たらさ、脂質100よ。この分厚いのがやーべえ。これ2個入ってますからね、これが、はい。あ、ソース開けちゃったなんかしないけど。まあまあそうだね。まあそうっすわ。やばい。初心者がやる。かけますよ。はい。うわ、すげえな、なんか。牛角の塩キャベツみたいな。確かに、なんか普通のソースと全然違いますね。違うね。ガーリック。カンタの記録が11分26秒、はい、89ですね。はいはいはい。もうそこは越すよ、もう、はい、コンビ揃って越しちゃいましょうよ。はいはい、俺らが水溜りボンドじゃいと。はい、いっちゃいましょう。俺らが水溜りボンド。よし、いけますか、そんなの。それ激辛とかこれいけんじゃねって思うじゃん、はい、それが全くない。チャンネル登録よろしくね。いきます。よーい、スターティン。よし、うん、すっげえ、味濃。あ、そんな味濃いんすね。味が濃すぎ。だ、もう鼻にすごいガーリックがスーンってきますわ。めっちゃ詰まる。すごい詰まる。ただの食事なんすよね。マジ入ってこねえじゃん。あ、マジっすか。何が入ってこないんですか。全部だよ。きったね、マジで。すごい。マジでやばくないっすか。マジで重いのよ。はいはい、ヘビーなの、はい、なんか油をずっと食べてる感じ。リズムやばいやん。あるタモさん、いきますよ。ジョジョン、ジョンブ、ジョンバ。韓国語喋んないから、急に。神よ、トーマにガーリックを食べる力を与えよう。いったー、うわぁ、こんな辛いの。ここないです、ここないです。大
いたい10分っすね。なあ、バウト。これだけ撮って9分53秒747。いや、これ結構きついよ。マジっすか？重い。重いですね。あ、重いのやばいかもしれないですね。入ってこなくなるんだよね、はい、重すぎて。これの確か2分は、はい、えぐい。えぐいですか？えぐい。これ多分こせないと思う。ごめんだけど。混ぜた方がいいね。混ぜた方がいい。濃いとこがきつい。普通に味がしょっぱくて。はいはいはい。味合うとかそんなね、余裕もありますけど。今日のヘキちゃんなんか余裕なんだけど。どうですか、一応その自信は。いや、ありますけど。さっきも、ね、回ってないときから、はい、それ自信ありげなんですよ。作戦は何ですか？作戦は、うん、水に頼る。あー、なるほど。あと焦らずに飲みすぎない。ペースさえ守ればいけると。ペースさえ守りさえばいける。その途中で喉詰まったらめっちゃタイムロスになるんで。なるほど。そこだけ気をつけてください。アスリートチャンネル登録よろしくね。よーい、スタート。すごい速い。これは速いよ、ペース。ラストスパート、ラストスパート、ラストスパート。はい、OK、ガウッタ出ました。うん、タイムいきますよ。はい、タイムは、はい、なんと、はい、2分52秒25。マジマジマジ、ここ40秒も差ずに。ええマジっすか？あんだけ自信満々。接戦でもないよ。え、接戦でもない。ボロ負け。あれ体感ではどうだったの？1分半くらいでしょ。コさん1分あんのよ、今。今勝ったと思ったんですよ、俺。勝ったのリアクションだったんですよ。勝ったの準備してたんですよ。見てて、勝ったの準備すごいしてるなって。はい、OK、勝った出ました。うん、タイムいきますよ。はい、タイムは、はい、なんと、はい、2分52秒25。水分を初めて取った時がもうほぼ2分近いぐらい。わお、アスリートがただのピエロになっちまった。ということで、今回はですね、大敗ということで。まさか。あれあれって何、さっきから。いや、ずっと食べてたよ。もう止まんなかったの。はいはい、でも一口一口でかいの、トミーは。はいはいはい、あのペースでもう全部こう、ガーッていってんだろうね。ちょっとここからが本番だみたいな。俺でも、ヘキョウのさ、大体一緒にいるからさ、わかるのよ。あ、これ今日、結構価値格できてるなっていう。はいはいはい、もう2分、もう2分経ってる。え、その誤差ってなかなかないじゃん、結構。だからもう今回はトミーさん、すごすぎたと。もうただの都民のプロパガンダ。ただただ都民の株を上げる動画でやってしまった。ああ、腑に落ちないな。ビッグマックでちょっと調子乗っちゃったな。怒ってた、自分も。怒ってた。はい。自分が早食い都民勝てるんじゃないかって。ああ、怒ってました。怒ってた。ビッグマックのペースでいけばいけると思ってました。うん、そう、やっぱ怒ったっていうのが範囲かね。そうっすね。もうこの企画やめましょうよ。